旧下津賀総合病院と地議メディカルセンター下津賀は栃木県栃木市にある一般財団法人と地議メディカルセンターが設置した病院。設立の経緯は、と地議メディカルセンター歴史を参照。下津賀総合病院を新築移転する形で開院した。同院は栃木県厚生農業協同組合連合会が運営する。 栃木市の中核的な医療機関であったが、施設、設備の老朽化、医師不足による一部診療科の休止、縮小、運営母体の経営難などが重なり、JA 栃木厚生連は運営からの撤退を表明した。そこで、市内にある栃木病院と下津川軍史医師会病院を含めて再編統合することとなり、3病院の運営母体として一般財団法人と、 地域メディカルセンターが2013年に発足し、2016年に、下津賀総合病院の代替となる、栃木メディカルセンター下津賀が開院した。TMC 下津賀は、統合再編前の3病院がおのおのになっていた2次、救急医療の機能を集約し、がん治療や脳卒中に関しては、栃木県の中核病院となっている。また、地域医療支援病院など各種医療機関指定を、 受けている。統合再編により、1日平均入院患者数は2015年度の190.6人から2018年度の258.6人に、1日平均通院患者数は2015年度の583.9人から2018年度の675.9人と、増加傾向にある。ありがとうございます。